長靴下のピッピはアストリット・リンドグレーンによるスウェーデンの子供向け小説である。1945年にラベン・シェーグ連写からイングリット・版ン・ニーマンによるイラスト付きで出版された。40以上の言語に翻訳されている。続編としてピッピ船に乗るピッピ南の島への2つの小説とその他に数冊の絵本と短編集がある。 最初の日本語訳版は1964年に大塚雄三、分桜井誠絵で岩波書店によって出版された。2002年、ノルウェーノーベル研究所は54カ国の100人の作家の投票に基づいて世界文学名作百選の一つにこの小説を選んだ。リンドグレーンはもともとは1941年に7歳の娘の カリンが肺炎で家で休んでいる時にピッピの物語を語って聞かせた。リンドグレーンはその3年後自身の怪我で休んでいる間に最初の原稿を書き上げた。ブンイール社に持ち込んで断られた後、リンドグレーンはナンセンスな部分をさらに発展させ、まだ新しい出版社であるラベンシェーグレン社主催の1945年に開催された。 自動書コンテストに応募した。ピッピは8月1日に終了したコンテストで優勝し、ラベンシェーグレーンはイラストをイングリッド版ニーマンに依頼し、初版は11月に出版された。本書は主人公である長靴下のピッピの経験に焦点を当てている。ピッピはお下げ髪、赤毛、蕎麦かすだらけの顔、そして長靴下を履いた9歳の女の子で赤ん坊の頃に母親を亡くし、 スクーナー船、ほっぺとスサゴーの船長だった父エフライムは嵐で落水し行方不明になっていた。そのため、ピッピは父の言葉に従って、スウェーデンの小さな村の町外れの別荘、ゴタゴタ荘と呼ばれる大きな家に、ペットの猿のニルソンさん、金貨がぎっしり詰まったカバン、名前が付けられていない馬と共に移る。生まれつきの怪力と数え切れないほどの奇妙な才能を、 持つピッピは、地元のセッテルグレーン家のアニカとトミーという二人の兄弟と会って、すぐさま意き投合し、楽しい冒険の日々を送る。生涯を海で過ごしたピッピは、トミーとアニカの学校に入学しようとしたり、サーカスに参加したり、セッテルグレーン夫人が主催するコーヒーパーティーに参加したりと、一般的な礼儀や子供の頃の平均的な行動を知らないことが、物語にユーモアを与えている。 三つの長編が1945年から1948年に出版され、後年三つの短編が出版された。加えて、小説からの抜粋がイラストをつけられて、絵本として出版された。1969年のテレビシリーズでピッピの家として使われたビラビリクラ。スウェーデン、ゴットランド1961年版アメリカの子供番組。 シャーリー・テンプルのお話本の中で放映。1966年版日本の NHK で1月1日から3日にかけて全3回放送された。舞台上演を想定せず取り下ろされた人形劇。NHK にはテープは1話も保存されていなかったが、2018年に人形操作を担当した大阪の人形劇団クラルテから全3話のフィルムと、 音声テープ2本が提供された。フィルムの保存状態は良好だったが、音声テープは1本が劣化のため再生できず、残る1本のみ再生できた。1969年版スウェーデンで放映されたテレビシリーズ全13回。制作はスウェーデンと西ドイツの共同制作。監督はオルヘルボム、ピッピ役はインゲルニルッセン。 西ドイツでは本作を再編集した映画版も作られ、テレビシリーズの放映以前に、こちらが劇場公開された。この映画版は多くの国で公開され、非常に好評で大ヒットした。このため、実写版といえば、インゲル・ニルッセン・版を指すことが多い。映画版は、この好評を受け、さらに続編も作られた。また、西ドイツでは、 この2本の映画を再編集したものもテレビで続けて放送されたアメリカでは翌年にわたり4編に再編集されて放映された。日本では NHK の少年ドラマシリーズで1975年9月に放送された。なぜか全12回。ドイツ版の後半にあたる部分も続編として長靴下のピッピ冒険旅行。 長靴下のピッピ海賊退治のタイトルで放送された。このテレビ版の日本語版は NHK には現存しておらず、基本的には見ることはできない。1982年版ソ連で制作されたテレビシリーズ。1985年版長靴下のピッピアメリカの子供番組枠 ABC 週末スペシャルで放映。30分。 1997年カナダのアニメ制作会社、ネルバナによるテレビアニメシリーズ。アメリカ、カナダで放映された。2001年版スウェーデン制作のテレビシリーズ。1949年版スウェーデン制作、ペルグンバル監督。1969年版公開順は国により異なる。前作、日本でも劇場を公開されたが、日本では 長靴下のピッピ、続、長靴下のピッピ、ピッピの新しい冒険、ピッピ戦に乗るの順で公開された。前作、DVD 化されているが、ややこしいことに、タイトルが、劇場公開時と一部異なる。このため、一部混乱が生じており、紹介記事やサイトではしばしば両者を混同して、前後作などと書かれていることがあるが、上記のようにタイトルに移動があるだけで全員4作が、 正しい。1988年版日本版台、長靴下、ピッピの冒険物語、イギリスアメリカ合衆国の共同制作。1997年版カナダのアニメ映画、ネルバナ制作。1971年に日本の東京ムービーがアニメ化を企画、AA プロダクションが実制作舞台となり、この企画のために、東映動画から移籍した高畑餌を、 宮崎駿、小田部陽一が制作作業を進めた。東京ムービー社長の藤岡豊が直接スウェーデンに赴いて許諾交渉をしたが、リンドグレインとは面会できず企画は頓挫した。高畑らが本作のために作った制作資料は後に彼らが手掛けたパンダコパンダに活用された。1980年代になりアニメージュの編集者だった。 鈴木敏夫は3人が本作のために用意した制作資料の書籍化を企画したが、やはりリンドグレーンは許可しなかった。書籍化を断念した鈴木は1985年に資料の一部をアニメージュに掲載した。その後、スタジオジブリのプロデューサーとなった鈴木は、ピッピの映画化の相談を宮崎と何度も行ったが、結局実現しなかった。時代が下って、 宮崎駿が世界的名声を得た後、リンド・グレームの著作権継承者がスタジオジブリにピッピのアニメ化のオファーを入れたが、宮崎は遅すぎる時期を逸してしまった。もう作れないと断ったという。ただ、山賊の娘、ローニャには未練があり、鈴木敏夫はこれを春の息子の宮崎五郎に勧め、2014年にテレビアニメ化された。このアニメ化の際に来日した。 リンド・グレームの関係者がスタジオジブリを訪れ、その席で制作資料の書籍化に賛同し、2014年に幻の長靴下のピッピとして岩波書店より刊行された。ピッピロングストッキング、LC オンラインカタログ、ライブラリー・オブ・コングレス、リリーブド2016年2月13日、わけによっては気まぐれそうなどとも、小崎義役ではビレクッタ。 昭和41年人形劇、長靴下のピッピを発掘、NHK 番組発掘プロジェクト、2018年6月1日、同年12月20日閲覧、高畑勲、宮崎駿尾、小田部陽一、本書について、幻の、長靴下のピッピ岩はなみ書店、2014年、2ページ。ISBN 978から40億24万8198。 高畑勲、宮崎駿、小田部洋一、幻の、長靴下のピッピーは書店、2014年、65、68。ISBN978 から40億24万8198。宮崎駿、魔女の宅急便のコリコの街は、ピッピーのロケハンで訪ねたビズビーが参考になっています。高畑雄宮崎駿、小田部洋一、幻の、 長靴下のピッピーはなみ書店2014年144ページ ISBN 978から40億24万8198高畑大佐を子供の心を解放するアニメーションを作るために僕らは一生懸命考えましたハット ABCDEF 高畑大佐を宮崎駿、を小田部洋一鈴木敏夫 本書の企画者より30年越しの胸の使え、幻の長靴下のピッピーワナ書店2014年 147149ISBN 978から40億24万 8198Wikimedia Commons には長靴下のピッピーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。